京都市営バス九条営業所。京都市営バス九条営業所は、京都市電九条車庫の跡地である、京都市南区東九条下戸田町にある、京都市営バスの営業所である、九条車庫を経由する循環系統、京都駅を発着する近一系統のほか、2007年3月からは、北区西部と市内中心部を結ぶ路線も新たに運行するようになった。車業務は、 岩倉総社場、最寄り停留所は、岩倉総社場前、三部総社場、最寄り停留所は、三部総社場前、三、明総社場、最寄り停留所は、下行区総合庁舎前でも行っている。2005年より一部系統を、京阪バスに委託運行している。該当系統は、5、6、31、50、65、71、特71の、 各系統である。88号系統は、京都駅八条口、東福寺、京都駅を経由して、旧乗車こと京都水族館、梅小路公園、京都鉄道博物館を結ぶ路線である。土曜、休日の日中のみ30分間隔で運転している。休行103号系統は、梅小路公園、京都鉄道博物館、 京都水族館と京都駅を結ぶ路線である。2016年3月までは土曜、休日のみ運転していた。ただし開園から3月30日までと、ゴールデンウィーク中の平日にも運転された。昼間時間帯は15から30分間隔で運転している。朝の梅麹公園、京都鉄道博物館前行きと夕方の京都駅行きの一部は、落成営業所。 近鉄バス委託が代償する。2016年3月改正までは、横尾事営業所、阪急バス委託が担当していた。以前は、2012年3月をもって、定期運行から撤退した、旧、定期観光バスを使用しており、この場合立ち席では乗車できなかった。車両が不足する場合は、一般のバス車両も運転していた。急行106号系統は、 京都駅と東山地区を結ぶ路線であり、急行100号系統の保管系統である。土曜、休日のみ、約30から60分間隔で運転している。202号系統は、九条車庫前を奇襲点とし、九条2、東山2、丸田町通り、西、王子2を循環する、全長約 16km の路線である。線名は、九条、丸田町循環線である。 入庫のため、急乗車小前止めの便も存在する。京都市電2号系統、京都駅前河原町今出川対近隣車小前引く、西の京延町西大寺駅前及び22号、系統、急乗車小前から、東福地道マイナス100万ペン、北の白梅町西大寺駅前九乗車小前の代替機能を持っている。このため、始発が早く、周発が遅い、 京都の高速鉄道路線のほとんどと接続しており、沿線に高等学校が多く立地している。そのため、京都駅、三条京阪、四条河原町、四条ガラス丸をはじめとする京都中心部を経由しないにもかかわらず、利用者数は多い。東京島と接続する高速鉄道は、地下鉄からラスマ線、九条駅、最寄り停留所は、大石橋、丸田町駅、 地下鉄東西線、東山駅、西大路大池駅、近鉄京都線、東寺駅、京阪本線、大東線、神宮丸田町駅、東福寺駅、阪急京都線、西犬駅、JR 京都線、西大路駅、JR 佐賀野線、円町駅、JR 奈良線、東福寺駅、京阪本線同様、東福寺停留所とは若干離れている。である。 また、東側と西側では、路線の持つ役割が大きく異なる。東山通側は、東福寺、三十三県道、最寄り停留所、東山七条、清水寺、八坂神社、最寄り停留所、祇園、千温院など著名な観光施設が立地し、観光客の利用が多い。一方、西大路通り側は、島津製作所本社、最寄り停留所、西大路三条、 ローム本社、最寄り停留所、西大子5条、日本新薬本社、最寄り停留所、西大子8条、ホリバ製作所本社、最寄り停留所、西大子8条、ワコール本社、最寄り停留所、西大子駅前などの企業が立地し、通勤利用が多い。202号系統は、昼間は1時間あたり4から5本運転している。快速202号系統は、 平日朝に急条車小前引く、立命館大学前館に往路4本、袋2本設定されており、停車停留所は、九条近鉄前、羅城門、西大寺駅前、西大寺7条、西大寺5条、西大寺4条、西大寺3条、西大寺大池、西の経園町、北の白梅町、絹笠佐港前、小松原児童公園前、袋のみとなっている。また、 立命館大学開校日に限り、立命館大学全校4本が追加で運行される。205号系統は、九乗車庫前を起点とし、京都駅、河原町通り、北王子通、西、王子通、七条通りを一周して、京都駅に戻り、九乗車庫前を終点とする全長、約 22km の長大路線である。路線名は、河原町、西王子循環線である。 京都市営バス循環系統のうち、唯一完全な形の循環運転をしない、路線である。京都市電4号系統、京都駅前市場からすま、カラスマ車小前引く、金閣寺前引く西大路7条京都駅前及び5号、系統、京都駅前落北高校前から千本、北大路から9条大宮、5に、四条大宮、廃止直前は千本北大路。 金閣寺に使用市場の代替機能を持っている。このため、始発は早く、周発は遅い。東山通を経由する206号系統より、観光需要は少ないが、京都駅、市場河原町、北大路バスターミナルなどの市場主要ターミナルを経由することや沿線に、金閣寺や下鴨神社等の観光地が少なからず、今すること、 さらには高速鉄道への乗り継ぎには便利であることから、急行100号系統、206号系統とともに、京都市営バスの中で利用者数が多い路線の一つである。東系統と接続する高速鉄道は、地下鉄カラスマ線、京都駅、北大路駅、地下鉄東西線、京都市薬所前駅、西大路大池駅、近鉄京都線、京都駅、阪急京都線、 河原町駅、西犬駅、JR 京都線、京都駅、JR 佐賀野線、円町駅である。京阪本線、大東線とは、至近距離では接続していないが、青い橋に沈め、出町柳駅、河原町丸田町、神宮丸田町駅、河原町三条、三条駅、四条河原町、祇園四条駅、河原町五条、清水五条駅、七条河原町、 七条駅で若干距離はあるものの乗り継ぎは可能である。205号系統は昼間は1時間に8から9本と頻発されている。なお、日中の河原町今出川京都駅前間は4号系統、17号系統とともに4分間隔で運転されている。また、長距離の路線であることから、早朝、深夜を中心に以下のような区間便が設定されており、 回送距離を短縮させるため、始発、終着地付近の営業所が、ダイソー運行している。沿線に、京都府立医科大学病院があるため、ノンステップバスを使用する確率が高い。なお、1997年から使用されてきた、リフト付きバスは、2011年をもって、基本的に205号系統からは、外れ、快速205号系統で、限定的に使用されている。 快速205号系統は、急乗車庫前、京都駅前、立命館大学前館で運行している。立命館大学の学生への利用を主体としているため、立命館大学休校日は大幅な減便となる。2010年度から土曜日、休日も一往復のみだが運行が開始された。停車停留所は、京都駅前、カラスマ七条、七条大宮、京都水族館前、 7条1000本、西大路7条、西大路5条、西大路四条、西大路3条、西大路大池、西の敬遠町、北の白梅町、絹笠坂前、小松原児童公園前、袋のみである。平日朝の一部及び、西大路、四条発の一本を除き、定期便はすべて、京都駅前を奇襲店として運転される。立命館大学開校日の袋の一部便については、 キャンパス内の平井海一郎記念図書館前にある、タリーにある、立命館大学前、キャンパス内停留所を始発とし、一般の立命館大学前停留所は2番目の、停留所となる。2016年に4元終了後の5便で設定され、2017年3月より5元、終了後、2018年3月には3元、終了後にも設定された。また、九条営業所、 直営以外にも、定期便では9条営業所、京阪バス委託、西鴨営業所、梅津営業所、横寺営業所運行便も設定されている。特に、土曜日、休日の1往復は9条営業所、京阪バス委託の担当である。2012年3月までは、梅津営業所、京阪バス委託運行便も設定されていた。ML205 号系統は、 京都駅前24時発の深夜バスで、平日、土曜、ダイヤ及び、カラスマ線のこと近ライナー運転日に限り、運転される。北王子バスターミナルは営業終了後となるため、停車しない。カラスマ北王子からは引き続き MN204 号系統として、西木林車庫前まで運転をする。カラスマ営業所近隣出張所、京都バス委託の担当である。207号系統は、 九条通、東山通、市場通り、大宮通を循環している。京都市電7号系統、九条車庫前から、東福寺議大見市場大宮から九条大宮から九条車庫、前の代替路線である。なお、入庫のために九条車庫前止めの便も存在する。路線名は、南部循環線。京都駅は通らないが、旧市街南部地域と京都市の都心部を貫く。 市場通りの各地区を結ぶ機能を持っているため、利用者数は多い。東京都と接続する高速鉄道は、地下鉄からすませ線、九条駅、最寄り停留所は、大石橋、市場駅、阪急京都線、河原町駅、カラスマ駅、大宮駅、京阪本線、祇園市場駅、東福寺駅、近鉄京都線、東寺駅である。ただし、 地下鉄東西線とは接続していない。また、JR 西日本との接続は、東福寺停留所の近くに、東福寺駅がある。東山通側は、東福寺、33県道、最寄り停留所、東山七条、清水寺、八坂神社、最寄り停留所、祇園など、観光施設が多い。一方、大宮通り側は、観光施設は、当時、 京都水族館程度で地元の利用客が主体である。昼間が1時間あたり6から7本である。208号系統は、九条2、東山2、七条通り、西、王子2を循環している。入庫のため、九条車小前止めの便も存在する。京都市電八号系統、九条車小前から、東山七条西王子七条から九条車小前の、 大替機を持っている。路線名は9条、7条循環線。京都駅近辺を小規模に循環しているため、地下鉄東西線、阪急京都線とは接続していない。また、利用者数及び運転頻度は、循環系統8路線の中では、最も低い。東系統の東側は、東福寺、33県道などの観光施設が多いが、西側は観光施設は、 京都水族館、京都鉄道博物館程度で観光需要に乏しい。平日と休日問わず、昼間は1時間あたりに3本程度の頻度で運転されている。午後系統は、岩倉奏者場から銀閣寺道、南禅寺、栄冠堂道、岡崎公園美術館、平安神宮前などの観光地密集地帯を経由しながら、三条京阪前、河原町通り、 市場通り、カラスマ2を経て、京都駅前に達する路線である。路線名は、銀閣寺線である。かつては、北白川別当町や一条寺、修学院道が終点であった時代もあったが、白川2の延伸に伴って、現在の岩倉総車場まで運転されるようになった。岩倉総車場にて総車を行っている。京都市内でも、有数のビジネス街や繁華街。 数多くの観光地を通るため、渋滞による遅延も多い。ただし、1997年10月の、京阪京新線の部分廃止などで、幾分改善されてきている。京都の都心部と数多くの主要観光地を結ぶ、路線のため、利用客が多く、今でも観光シーズンとなると積み残しも発生する。そのため、かつては特に利用客が多い南寄り区間、 京都駅前引く西木林車庫前の増発便を兼ね、快速5号系統屋も A 号系統、57号系統、カラスマ営業所近隣出張所による運行が設定されていたが、本系統の西かも営業所への移管時に、本系統に統合された。京都市営バス有数の黒字路線であるが、京阪王道線や地下鉄、カラスマ線が全通した後は、左京区修学院。 岩倉地区の利用客を中心に減少傾向に入っている。往路は14から17時台に、袋は平日9から11時台、土曜、休日は9から12時台に7から8分間隔で運転している。蒸気にもある通り、鉄道の整備によって最盛期よりは少なくなっているが、15分間隔まで減便された頃よりは改善されている。地下鉄東西線開業までは、 休日は、早朝、夜間を除き、この間4から8分間隔と記されていただけであった。他にも、本数の多い系統は、このような気が見られたが、東西線開業後は徐々に見られなくなった。2015年9月19日より、市場河原町からスマ五条間を、河原町五条経由とした、特5号系統を新設し、半数が従来通りの市場通り経由で、 半数が新設の五条通り経由で運転している。京都駅前行の始発便と京都駅前発の最終便及びその一本前は修学院道発着となっている。かつては修学院離休に近い最寄りではないが、同定留所折り返し便も終日設定されていた。このうち京都駅前発の最終便はカラスマ営業所近隣出張所が代送する。また、かつては 深夜に修学院、岩倉方面への市場ガラスマ発着の便が存在したが、現在の西木林出張所への改装の関係とされる、九条営業所への移管時にすべて、京都駅前発着となった。2016年3月18日までは、調整系道路線であり、上手町京都造形芸大前以南が、金一運賃区間であった。全区間金逸運賃区間後は、 国際会館駅京都駅間の運賃は、市バス230円、地下鉄290円、いずれも大人一人となっている。六号系統は、市条大宮から千本通りを経由し、北区高根地区を結ぶ路線である。路線名は、千本線であり、走車は、未武装車場にて行っている。この系統と同様に、市内中心部から千本通りを経由して、 北区を結ぶ路線としては46号系統があるが、市場カラスマや市場河原町といった繁華街を通る46号系統に、対し、こちらは利用者数、本数ともに少ない。これは、阪急京都線の大宮駅に特急が停車しない、ただしラッシュ時の通勤特急は停車影響であり、鉄道連絡では、他の千本通りを重装する系統。 46.5521.206などよりは見劣りする。2001年までは京都駅前発着で、京都駅前1000本、北大島は206号系統の補完的な役割を担っていた。しかし、2017年のダイヤ改正で一部便に限り再び京都駅前発着となった。鉄道とは、阪急京都線、大宮駅、地下鉄東西線、 JR 佐賀の線、二条駅で接続している。また沿線には仏教大学があるため、学生の利用が多い。かつては、横尾寺営業所が担当していたため、出入孤時の回送距離は非常に長くなっていた。なお、六号系統となった1981年以降の運行営業所は以下の通りであり、営業所間での遺憾が多い。平日、土曜日、 休日とも、昼間は30分間隔で運転している。また、夜間の最終と、その一本前は、現宅下までとなる。31号系統は、白川通、北泉通、東山通、市場通りを経由して、岩倉総車場、国際会館駅と市場ガラス丸を結ぶ路線である。路線名は、東山線である。岩倉総車場にて奏車を行っている。 生活路線としての役割が高いため、あまり運行本数は多くなく、1時間に1本程度である。過去には9条営業所への入庫のため、市場からすままで65系統と連続運行しないの便があった。2016年3月18日までは、調整系統路線であり、一条寺高月町以南が、均一運賃区間であった。5系統は、 西野湯院2、堀川2、中立売通りを経由して、京都駅と立命館大学を結ぶ路線である。路線名は、北の線である。3、明田奏者場で奏者を行っている。九条2、東山2、北大路2、西大路2に囲まれた、旧市街地内にて、2車線道路、西野湯院2、中立売通りを長距離に渡って走行する珍しい路線である。 これは、京都市電ではここの狂気の,の路線である、北野線跡をほぼたどっているためである、線本中、立ち売り北野天満宮前を除く。鉄道とは、京都駅前、地下鉄、唐須間線、JR 京都線、JR 佐賀野線、JR 奈良線、近鉄京都線、堀川尾池、二条城前、地下鉄東西線で接続しているのみであるため、 京都駅と上京区西部の流動が主体である。奇襲店が立命館大学前ということもあり、立命館大学への通学客も、また、沿線に二条城や北の天満宮といった観光地も控えているため、観光客も多い。ただし、立命館大学は一部の学部が、美和湖、草津キャンパスに移転したことや、平日の朝の通学時は、西野洞院2、中立売通りより、 車線数の多い西、王子2を経由し、速達性の高い快速205号等に、学生が流れること、また、観光路線としても50号系統と、類似した経路で、急行101号系統を運行するようになった、ことから、最盛期に比べると利用者数、運転頻度が少なくなった。かつては、類似路線として52号系統、当時陰線があった。 50号系統は1961年8月から1979年5月までは、カラスマ営業所北野支所が1979年5月から1983年11月までは9条、営業所三明支所が1983年11月から2001年3月までは5条、営業所が2001年3月以降は9条、営業所が担当している。 52号系統は1960年12月から1982年までは、梅津営業所が1982年から1997年10月の廃止までは五条営業所による運行であった。平日、土曜日、休日とも昼間は15分間隔で運転している。沿線に北の天満宮がある関係で臨時増発便が運転されることもままある。 五条営業所が運行していた頃は、最終便の入港のために、北の白梅町泊まりの便もあったが、現在はすべて京都駅前、立命館大学前の運転となっている。また、沿線に北の天満宮が控えていることもあり、毎月25日の縁日や正月時には、臨時バスも運転される。この臨時バスには、九条営業所以外の車両も使用される。統計等は、 北の神社前発着の時期があった関係で、昔から前後の方向幕には北の神社もしくは北の天満宮の文字が入っていた。昔は5 5系統以外の北の天満宮を経由する系統では前後の方向幕で北の天満宮の文字は入っていなかった。最近の方向幕では5 5系統以外の系統でも北の天満宮の文字を入れること多い。 65号系統は、白川通、北山通、松ヶ崎通、北大路通、東山通、丸田町通り、カラスマ通を経由して、岩倉総社場と市場ガラス丸を結ぶ路線である。路線名は、修学院線である。岩倉総社場にて総社を行っている。カラスマ線開業後以降、路線の変遷や営業所の変遷が激しく、 現在は市場ガラス丸で31号系統との連続運行を行っている。ダイヤは1時間に1から2本程度確保されている。全区間において他の系統と並行しており、系統全体で赤字を抱えている。このため、京都のバス事業を考える会において赤字を抱えている生活路線であったため、等身の対象系統となっていた。 2016年3月18日までは、調整系統路線であり、松ヶ崎海尻町以南が均一運賃区間であった。71号系統は、九条2、大宮2、市場通りを経由して、京都駅八条口屋番ィ前から、右京区三院、梅津地区を結ぶ路線である。市場大宮松橋間は、1969年に廃止されたトロリーバスの路線を建っており、 三号系統、六十七号系統と、共に、トロリーバス代替機能を果たしている。当系統の路線名は、梅津線である。右京区梅津地区には、日清電機、最寄り停留所、日清電機前、三菱自動車工業、最寄り停留所、南広町などの大工場があり、朝ラッシュ時には、郊外方向である松尾橋行きの利用者も多い。2012年3月より、 昼間の一部便が、渦ず天神川駅前を経由するようになった。2016年3月より、梅津営業所大装便を除き、旧乗車狛前発着に変更された。旅客案内場は、旧乗車狛前臨時系統、京都駅八条口71号、特71号系統松尾橋で運行している。71号系統については、 営業所が頻繁に変更となっている。運行営業所の変遷は以下の通りである。五条営業所による運行の頃は、走車場が三明であった。走車場から営業運転に入るまで三明京都駅前塩麹高倉京都駅八条口と改装していた。そのため京都駅前、唐須口を改装車が堂々と素通りする光景が見られた。 平日は朝夕が15分ごと、昼間が30分ごと、土曜日及び休日は早朝、深夜を除き30分ごとで運行している。昼間の半数が、渦政天神川駅を経由する特71号系統となっている。なお、始発の京都が4枚発京都駅八条口屋番機前行は、梅津営業所、西日本 JR 和水託が運行している。 夜バスを参照、京都駅八条口と、当時、京都水族館、梅麹公園、京都鉄道博物館を結ぶ路線である。地元の商店経営者らが共同で設立した、事業組合、京都町づくり交通研究所が、京都市交通局に運営を委託する方式で、運転している。2016年3月13日までは当時、水族館、 西本願寺エクスプレスの名称で、西本願寺も経由しており、梅小路公園は往路のみ停車していた。20分に1本の運転であったが、極めて乗車率が悪く、現在のルートに再編された。土曜、休日ダイヤのみ運転している。当時、梅小路エクスプレスの各停留所には、専用の看板が掲出されている。また、当時、水族館、 西本願寺エクスプレスの停留所は、芝市停留所とは異なる名称であったが、例、当時、水族館、西本願寺エクスプ、水族館、芝市七条大宮、京都水族館前、当時、梅高寺エクスプレスは、芝市停留所と同じ名称となった。京都駅前五時十六分発近隣車庫前行、西木林車庫前六時二十分発、十二時十六分発、 京都駅前駅を9条営業所、軽販売委託が代送する。近隣出張所も参照。市場烏ラスマ6時37分発立命館、大学前駅を9条営業所、軽販売委託が代送する。西鴨営業所も参照。京都駅前21時33分発西大路7条、近郭自動経由、北大路バスターミナル止め。 と休日京都駅前7時42分発西大路7条、金閣自動経由、北大路バスターミナル止め、と休日、北大路バスターミナル20時16分発、金閣自動、西大路7条経由京都駅前止めを、京阪バス委託が代送する。開港期間のみ運行する、立命館大学行きの一部は、京阪バス委託が代送する。 京都駅前22時27分発市場大宮、千本、北大寺、北大寺バスターミナル、高野、祇園経由京都駅前止め、京都駅前22時32分発祇園、高野、北大寺バスターミナル、千本、北大寺、市場大宮経由京都駅前止め、九条営業所、京阪売水宅が代送する。カラスマ営業所も参照。現在は、 西鴨営業所による運行を、現在は、西鴨営業所による運行を、現在は、横路営業所、MK 委託による運行を、現在は西木林出張所、京都バス委託が運行を、一時期近隣営業所、当時との掛け持ちの時期があった。現在でも早朝、深夜の一部便を当営業所が代送している。現在は、梅津営業所、西日本 JR バス委託による運行 現在は、西鴨営業所による運行。現在は、西鴨営業所による運行。現在は、梅津営業所、西日本 JR バス委託による運行。現在は、横大寺営業所、阪急バス委託による運行。運行していた区間。204、京都駅八条口から3、秋田京都駅前、カラスマまで川、カラスマ車庫前から千本北お寺北の白梅町。 カラスマイまで川京都駅前3、アキラ京都駅8条口。遠隔。運行していた区間221、九条車庫前から9条、大宮市場大宮千本北大子カラスマ車庫前。遠隔。現在は、梅津営業所、西日本 JR バス委託が86号系統として、運行。 1977年10月の営業所、開設以降、シャーシは、イスズ自動車製及び、三菱自動車、現、三菱不走トラックバス製に統一されていたが、近年では、一般競争入札の実施により、国産4メーカーの車両が、申請配置されている。九条営業所にはかつて市バスの整備工場があった、こと、現在は、武田に移転などから、 車両の収容容量が大きく、昔から京都市営バスの営業所の中でも車両数が多い。2016年現在、九条営業所には以下の抵抗外バスが所属している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。